ゴー。さすがに地下だと飛び抜けたんだけど、これも外に出てしまえば通用しないのは一本目ではっきりした。レインバトルに 3VF は鬼門だな。消耗戦になれば扱いにくい車はドライバーをへばらせるからだ。集中力が切れればミスが出る。その時が勝負だ。ちょっと不安だよな、この2本目は。手の内を晒した後だからな。大丈夫かな、ワタルは。それは向こうだって同じだよ。プロジェクト D のドライバーがどれだけ順応性が高くてホームコースの俺たちの方が有利には違いないんだ。それでも一敗一分けは厳しいから、田園都市線は車の性能差だけでは勝負しにくいコースだからな。プロジェクト D 相手でも十分に勝算があることは一本目ではっきりした。ましてやこの雨、いくら 3BF でも MT 比の低い大出力電動機にとっちゃ優しくないだろ。さすがについてくるか。無理もねえな、こんだけ粘着しなければパワーの半分も使えてねえからな。 3VF のメリットがウィークポイントになって足を引っ張り上がる。こっちの手の内は1本目で丸裸だ。小手先の駆け引きは通用しない。行ける時はガンガン攻めるぞ。本当にこれで良かったのかな。長引くのはケイスケにとって不利なんだけどな。雨だとあらゆる負担は人間に来るんだよな。消耗するのはドライバーの神経だよ。ケイスケの集中力がどこまで持つかだな。あいつが今取り組んでる課題をきっちりとマスターするのがいいチャンスだ。じっくりと走り込んでもらうさ。プレッシャーのかかる実戦の中で生きる技術じゃなければ意味がない。相変わらず厳しいんだよな、ケイスケは。同じ通勤型車両だが重量兼電動変速だ。考えたもんだ。やっと出てきたな。隅っこに隠れてるのはお前には似合わないよ。ヒルクライムはすごいバトルになってるぞ。成り行きでダウンヒルバトルに突入してる。がっぷりと四つに組んで1と1のぶつかり合いだ。渡るはよく言って、勝ち負けはともかく、これだけのバトルを演出できればここは満足。相手はプロジェクト D だからな。本当にすごいよね、二人とも。でもね、信彦、勝つのは絶対ダーリンだ。ダーリンは天才だもん。今何にハマってるのか分かりやすすぎるぜ。あいつの8200は2両編成8軸のうち3軸に主電動機を積んだ 3M5T。 3VF 制御は細かなトルク制御が可能で高い粘着性能を発揮するが、濡れたレールでは低い MT 比に大出力をかけられない。だが俺の8500回にはそれがない。 T 車2両を M 車に変えた10両全電動車編成だ。こいつの最大のメリットはどんな状況でも立候補指令すれば10両全40軸から確実に安定したパワーを叩き込めることだ。アベレージスピードの低いコーナーに持ち込むと対時直発制御の戦闘力は確実に 3VF 制御の上を行くんだ。来たー、誰もいたのが死角だ。8500が前に出たぞ。ポイントでしっかり仕掛けてきやがった。やってくれるじゃねえか。だったらこっちもご期待にお応えしねえとな。ずいぶん早くに動いたな。涼介、圭介は大丈夫かな。涼介さん、こんなこともあろうかと密かに運び込んでおいた303台。さあ来い。10年越しの悲願、今凌介さん実現する。俺たちの声が耳に入らないくらい考え込んで。あれは絶対余計なことを考えてる顔だ。負けねえぞ。この展開になればモチベーションの勝負だ。
メンテや改造に不自由しないセミワークスのお坊ちゃん育ちには分かんねえだろうが、気合と根性だけは金では買えないものなんだ。貧乏でも努力したやつが勝ってこそドラマじゃねえか。俺が負けてちゃ盛り上がらねえぜ。たかが雨でそこまで汚れになったんだ。しょぼいもんだな。勝とうと思えばいくらでもやりようがあってもよ、何もまともにやり合うことはねえんだよ。二人ともかなり疲れてきてるな。そうだと思うけど、ドライバーは集中してるから疲れてることに気がつかないもんなんですよ。一発勝負にピークを合わせて集中力が高い。予定外の2本目はかなり厚いです。プレッシャーかけてるつもりだろうが、その手に乗るか。苦しいのは俺だけじゃねえはずだ。ここは我慢比べだぜ。疲れてるのが分かるようなら、もう集中力切れ始めてるってことだから、決着つくときはあっけないと思いますよ。えらく煽られてる気がするぜ。なぜかな。疲れで俺のペースが落ちてるとしたらまずいよな。もっと突っ込んでかねえと。人間の集中力なんてそう長くしたらなくないらしい。ギリギリまで張り詰めていられるのは30分くらいが限界だと言われてる。雨で視界が悪いし、レールは滑る。一瞬も気が抜けないからな。集中力が切れたら具体的にどうなるんだ。まず判断力が鈍る。反応が遅れる。ちょっとしたことがストレスになり、2つのことが同時にこなせなくなる。終わるときはあっけなく終わる。頑張ってね、ダーリン。負けないで。恐怖ダーリンの味方だよ。見境を失ってきた。にしても、あの滅後の面マジムカツ。何がつかない。あんなところに電車フルッピー落ちないくん東急5000系が。いくら、そっちじゃない。いや、落ちないようになってるんだけど、この空気を変えるんだ。あー、やめろ。何やってんだバカ。ダメだダメだ、そっちはダメだ。ああ。ああ。間一髪だぜ。言い訳に聞こえるかもしれねえけどな、集中力が切れるってこんなもんなんだ。魔が差したとしか言いようがないぞ。自分でも嘘だろって気分だろ。ていうかマジ嘘だろ。あれ、大丈夫って無線で言ってたでしょ。大げさでバカみたい。ねえお兄ちゃん、あんな地味で意地悪なあっちの妹はほっとこう。あっちのかずみちゃん愛想がないしな。なんだか冷たいし、こっちのかずみちゃんの方がいいぜ。俺の妹がこんなに可愛いわけがない。よし、用が済んだな。入るぞ。撤収。ぼやぼやするな。さっさと支度しろ。夜明けまでに出発するぞ。うん、スカプー。凌介さん、機嫌悪くないですか。すっきりしない決着だったからかな。俺も納得してねえし。何か企んでたけどうまくいかなかったな。